皆さんこんにちは。新人アニメーター寮寮生のりょうこです。今回の動画は第11回新人アニメーター大賞の募集についてのお知らせです。いつも動画でお話ししている新人アニメーター寮に入寮する方法についても動画内でご紹介いたしますので、来年4月からアニメーターになるという方、現在新人アニメーターの方、また知り合いやお友達がアニメーター志望という方などは、ぜひ最後までご覧ください。第11回新人アニメーター大賞とは、2022年新卒で春からアニメーション制作会社に勤務予定の新人アニメーターを対象とした画力・作画力コンテストです。このコンテストは低賃金の新人アニメーターに住居支援することを目的としています。過去の受賞者には現在業界で活躍されている方が非常に多く、登竜門的な賞と言えると思います。特に大賞受賞者はその後素晴らしい活躍をされている方が多数いらっしゃいます。第11回新人アニメーター大賞は現在応募者を募集中です。上位入賞者の数名は副賞として新人アニメーター寮への入寮資格が得られます。大賞受賞者は水道光熱費、ネット代込みで家賃がなんと1年間無料。佳作受賞者は水道光熱費、ネット代込み、家賃月15,000円。それ以外の方も水道光熱費、ネット代込み、家賃月30,000円で入寮可能です。家賃30,000円の場合でも、普通に部屋を借りた場合より年間60,000円くらい節約できます。また現在コロナ対策のため、寮ではなく支援金を支給する形での住居支援も同時に行っています。こちらは対象受賞者の方には月額50,000円、年額60,000円、佳作受賞者の方には月額25,000円、年額30,000円、それ以外の方には月額10,000円、年額120,000円が支給されます。新人アニメーター寮チャンネルの動画を見ていただくとよくわかると思いますが、1年目の新人アニメーターは特に生活が大変です。完全出来高制の会社だと、恐ろしいことに月収30,000円なんてこともありえます。アニメーター寮に入れば、生活に絶対に必要なお金の心配をあまりせずに仕事に専念できると思います。特に地方から上京して一人暮らしをするしか手段がない方は、選択肢の一つとして検討していただけると良いのではと思います。新人アニメーター大賞に応募できるのは2022年新卒で、春からアニメ制作会社に勤務予定の新人アニメーターの方です。一次選考の作品の応募締め切りは2021年12月25日土曜日、当日消印有効です。来年春からアニメーターになる皆さん、ぜひふるってご応募ください。さらに新人アニメーター寮の入寮希望者も同時に募集します。こちらの対象者は入社3年目、つまり2019年以降卒までの方です。アニメーター対象は新卒向けの賞なので対象外となりますが、入寮自体は入社3年目の方まで可能です。入寮希望の方はアニメーター対象に対象参加者の方と同じように作品を提出していただきます。選考は
新人アニメーター大賞と同時に行われます。選考を通れば水道光熱費ネット代込み家賃月3万円で入寮が可能です。次に新人アニメーター寮のお部屋についてですが、お部屋の広さはだいたい6畳一間です。広いキッチンや動画にいつも映っている共有スペースもありますし、資料集や作品集が集められた本棚があったりと、アニメーターにとってとても便利な空間です。過去の動画に寮の紹介動画もありますので、よろしければそちらも参考にしてくださいね。ではいよいよ新人アニメーター大賞の選考方法について紹介します。まず一次選考について。一次選考では2つの課題に沿った作品を提出します。課題1はアニメーターとしての自己をアピールする絵、 A4 で3点以上描いてください。課題2は1家族の楽しい朝ごはん、2背筋も凍る恐怖体験をテーマに、それぞれ A4 で1枚ずつ合計2点の絵を自由に描いてください。絵はモノクロ、カラー、どちらでも構いません。また見せたいスケッチブックや落書きなどがあれば、一次選考の参考としてそれらも課題の絵と一緒に送ることができます。作品を郵送する際は曲がったり折れたりしないようにクリアファイルに入れたり厚紙を挟んだりして作品を保護した状態で送ってください。作品裏面には郵便番号を含む住所と氏名、電話番号、メールアドレスを明記してください。作品の返却を希望される場合は返信用封筒に切手を貼って同封をお願いします。提出期限は2021年12月25日土曜日、当日消印有効です。期限までに課題の絵と履歴書を郵送して応募してください。選考の結果報告や二次選考についての連絡は主にメールにて行われます。メールアドレスはすぐに連絡内容が確認できるものを書いてくださいね。二次選考は作画実技と面接が行われます。二次選考は一次選考合格者に対して2月上旬に実施します。詳しい内容は一次選考を通過した方にメールで連絡させていただきます。新人アニメーター大賞の過去の受賞者さんには、現在もアニメ業界の第一線で活躍されている方がたくさんいます。例えば第1回新人アニメーター大賞で大賞を受賞された玉川慎吾さんは、ツイッターで話題になった自主制作アニメピューパリア監督、ガンダム G のレコンギスタのキャラ作画監督や、今年6月に公開された機動戦士ガンダム閃光のハサウェイの作画監督などを務められています。また第2回新人アニメーター大賞で大賞を受賞された川野達郎さんは、ボルト、ナルト、ネクストジェネレーションズ、オープニングアニメーションディレクターなど、さらに昨年公開された映画バーンザウィッチでは監督を務められています。第6回新人アニメーター大賞で大賞を受賞された狩谷ひとみさんは、 NHK 連続テレビ小説夏空でオープニングタイトルの監督、原画、キャラクターデザインを担当されました。朝ドラの可愛らしいオープニングを覚えている方も多いのではと思います。もちろん私もこの賞に応募して入寮した一人です。安く住めることはもちろんですが、アニメーター寮の最大のメリットは、実は
同期や先輩の寮生、寮の運営に関わっているベテランアニメーターさんたちと交流が持てるという点です。通常であれば新人アニメーターは自分の会社の情報しか手に入らないのですが、アニメーター寮に入れば別の会社に勤めている同期や先輩の寮生、ベテランアニメーターさんたちから早い段階で仕事や業界に関する様々なお話を聞くことができます。機会があればいい仕事を振ってもらえることもあるので、新人のうちからキャリア形成に有利に働くことが多いです。これが過去の寮生さんたちが活躍している理由の一つでもあります。また今年からはアニメーター支援機構がミュージックビデオの制作など実際のアニメ制作を開始したので、興味があればそういった企画に参加することも可能です。ミュージックビデオなどのアニメ制作は今後も続けていく予定です。実は現在もすでに第2弾のミュージックビデオ企画なども進行しています。いかがでしたか？今回は新人アニメーター大賞と新人アニメーター寮についてお話ししました。この動画で大賞や寮に興味を持っていただけたら嬉しいです。第11回新人アニメーター大賞への皆さんのご応募、心からお待ちしています。新人アニメーター大賞への応募や新人アニメーター寮への入寮希望について詳しく知りたい方や興味をお持ちの方は、動画概要欄のリンクをご覧ください。課題の提出先や連絡先についてもそちらで確認できます。今回のお話はここまでです。最後まで見てくださってありがとうございました。新人アニメーター寮の運営費のほとんどは寄付で賄われています。新人アニメーター寮のクラウドファンディングにつきましては、動画概要欄のリンクから詳細を確認できます。ぜひご覧ください。また動画を見ていただけるだけでも支援になりますので、他の動画もぜひよろしくお願いします。アニメーター支援機構では新しいアニメ制作の仕組み作りの活動の一環としてミュージックビデオ制作を進めています。私や寮生の皆さん、すでに寮を卒業した先輩アニメーターさんたちも協力して制作に取り組んでいます。現在このプロジェクトのクラウドファンディングを実施中です。クラウドファンディングの詳細に関しましては動画概要欄のリンクをご覧ください。